はい、今日のセカジャン、どうも、りょうです。今日、4月の2日、日曜日、まあ、これから、まあ、ちょっとね、花見に行ってきます。で、その動画も撮影、ちらっとするんで、また明日、まあ、セカちゃんの方で、流せると思います。で、まあ、見たいという方は、まあ、宇都宮ってこういうところもあるんだなっていうような具合で、見てくれれば、いいかなというところです。で、まあ今日はちょっとね、そういう話じゃなくて、昨日、今日か、メインチャンネルの過去の動画にコメントくれた方がいて、で、まあ、ある車両の、まあ、サスの交換は DIY でできますかっていうことなんだけど、基本的に DIY でできないことって、まあ、ほとんどないのかなって。まあ、それこそ、ね、サス交換もそうだけど、あとはなんだろうな。まあ、シートの脱着、ハンドル交換、タイヤ交換、足回り意識交換。まあ、それこそ、知識ある人と一緒にやれば、エンジンの乗せ替えだったり、ね、車検から、公認から全部自分で、できます。まあネットで調べればすぐ出てくるしね。で、まあ、なんか、まあ、そのある車両の、純正部品、純正のサスを、まあ、ちょっといじると、ローダウンできるっていう話を聞いたっていうことなんだけど、まあ僕は分かんない、聞いたことないから。で、うちでその車両を過去に携わったっていうこともないから、はっきりとは言えないんだけど、まあ、ただ、まあ、せっかくコメントもらったんで、まあ、僕が思ったことは、純正の部品は保管しといたのがいいと思います。っていうのも、まあ、確かにね、純正の部品にプラスアルファでなんかじゃあ取り付けるとか、その部品を元にいじるってなると、かなりコスト的にもね、抑えられるし、まあ、すぐにね、今ついてるもので、変えたいと、見た目も変えたいっていうんであれば、まあ、純正部品を使うっていう手もあるんだけど、結局純正部品使っちゃうと、後々純正部品が必要になっちゃったっていう時に、戻せない。で、まあネットでその時に買えばいいやって思ってても、結局タイミング合わなくて出てこないとか、ね、意外とそういう考えの人は多いと思うんだよね。必要になったら買えばいいやみたいな。で、結局ね、純正部品をいじってるから、じゃあ戻せばまた純正として使えるって思っても、結局純正は、まあ、ここまでの、まあ、寿命がありますと。で、そこにプラスアルファをおっしゃったもんだから、もう、その時点で、寿命半分になりますよと。で、そのまま結局、乗ってて、じゃあ純正に戻そうと。で、戻しても、結局もう、寿命ギリギリなので、特に足回りなんてね、もう、ガタが出ちゃったりとか、ショックが死んでるとか、ね、なんか走ったらゴトゴト言ってるとか。で、まあ、ダウンサスも実際そうなんだよね。あれも結局純正の、なんつうんだっけ、アブソーバー。あそこに、ね、強制的に短いバネぶっこんで、車高下げてるんで、死にます、すぐに。で、前にね、まあ、ちょっとこれもある車両なんだけど、ダウンサス入れて、で、さらに車高を下げるっつって、ダウンサスを2巻ぐらいカットしちゃったんだっけな。で、まあそれで乗ってたっていうことで、結局純正のバネをそこに戻しても、もう死んでる。轍だったり、段差、凹凸っていうのも、うまく拾えず、そのまま本当にショックが、ね、こうゴト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 言ってるっていうね。こう横揺れ、縦揺れ。だ、そういう状況になるので、まあいじりたいんであれば
社外品いっぱい出てるんで、素直にそっちを入れたのが後々面倒くさくならずに、済むのかなというところです。実際今ね、車庫帳を買って、安いのだったら5、6万で済むのかな。5、6万で、やっぱメーカー品ってなると10万超えるけど、その中で状態のいい中古品だっていっぱい出てるし、そういうのを買わずに純正部品で、お金をかけずに済ませて、で、結果的に後々純正部品を買うとかってなると、結局またそこでもお金かかるんだから、だったら素直に今買って、ネットで調べて自分でやれば、交換する知識だって身につくし、経験にもなるし、いじりたいんだったらいじる。で、迷ってんだったらやらないのがいいと思います。結局迷ってやったことって後々後悔するんで。ということで、ちょっと今日はね、そういう質問をもらったのと、僕の周りでも意外とそういう方が多いので、動画を撮りました。ということで、今日の動画は、純正部品、ノーマルパーツはきれいに保管しておいて、社外品をガシャガシャにして、飽きたら、純正に戻しましょうといった、動画でした。結局売却するときにも査定に響きますので、純正部品は必ず取っておきましょう。ダメでお金に困ったからと売っちゃう。では。